皆さん、こんにちは。さて、早速ですが、4日目に突入します。お宝をゲットしたら、計画通り APC でボルト111方面に、向かいたいと思います。なお、ファストトラベルは APC、ベルチバード、船、レッドウェーブ、お使用の、バーイトインスティチュートに、デイリー以外使わない予定です。このミッションですが、救助者を連れている時に、死んだり、CTD したりするとやり直しになるので、面倒くさいです。モッドで追加したレジェンダリーですが、アーマーワークベンチで、他に付け替えたりできないので、結局使えない場合が、多いかも。あと、今更ながらですが、左上の緑色の60とかの数字は、グラボの機能で FPS を表示しています。表示するだけで改善とかはしません。数字が落ちたらじっとしてた方がいいという程度のものです。しかしこの砦は、ボブルヘッド一つと、雑誌が3冊も置いてある素晴らしい場所だな。Roof access. APC を呼んでおきます。音楽は鳴るけど、もちろん、連邦の民よ、は、来ません。
ボルトまでは何もなかったので、カットします。How are you? Thanks again for rescuing me. I won't forget it. 無事任務完了しました。トライアルの時はエイリアンと戦いに返しにました。ちゃんと4人になっています。2人と2体だけどね。もう一つ能量プロットを置きましょうか。ゲイが細かいのか細かくないのか、屋内プロットなのに雪がうっすら積もっていますね。無線の電気の範囲外のようです。何か発電機を置きましょう。入植者を探し回っていたら、勝手に作り始めていました。さて、電源は、またフューズボックスだとゲイがないので、何か違うものを置きたい。使いたいのはサイエンスのパークが必要だな。ゲイがない。とりあえず、これにしておいて後で帰るか。ここで驚愕の事実に気づく。ボルトの建築メニューがねえ。ほとんど各地のボルトでの建築しかしない予定なのに、ボルト88のワークショップを全部開かないとダメに違いない。ボルト111を出て3日や4日で、ボルト88とは、たどり着くだけで大変だ。とりあえず、ボルト用事やない。普通のコネクターを、つけておくか。それにしてもこの大層な感じで、
最初は食料にしか取れない。悲しい。それでは、次はドラムリンダイナーを見に行きたいと思います。と、その前に、スーパーミュータントとかに捕まっている人を救助するモッドも機能することが分かったので見に行きます。場所はコンコードリバイズドで追加された地下鉄の駅です。 50% の確率にしてあるのでいないかも。顔のバリエーションが限られているのであまり集めても美形ではありますが、同じ顔の人ばかりになります。そのモッドの URL を書くと、YouTube からイエローカードが出されますので、詳細は教えられません。あしからずご了承ください。Sir, I do believe something is stolen. Found the target again. Careful, sir. I don't think we're alone.ここも居住地にしたことがありますが、今回は地下鉄の駅では、人が住めない寒さであるとの想定で除外しようと思います。ホロタイムがイカれてしまったので、表示が重なっていて不便です。ちょうどプロテクトロンがあるので、バニラでないものもリクルートできるのか、実験してみます。
おお、できましたね。まあ、USO でじゃかじゃか作れますが、仕事は割り当てられないので。Got it. That is you level increased. Tybo のサイエンスを取得しました。
鍵を取る前にボスチェスト、こじ開けちゃいましたね。凶暴なローチがいるので、トンネルを閉鎖した、というようなことが書いてあるだけです。That's it. Clever way to bypass that law. We may have it now, though, sir. That was amusingly simple. Usually, that's the rocket launcher's radar. So, it's a very dangerous place.
なんか、前は、重要なものが置いて、あったような気がしたのだが。普通だとパワーアーマーを着たボスがいるのだが、やっぱり走らないと簡単すぎるかな。ただ、数の暴力の場合、全員が走ると、というのは、セブンデイズ2代で嫌というほど、経験してるし。セブンデイズ2代が3人称で、コンパニオンと居住地システムがあったら夢のようだ。バイクで走れるし。今日の動画が短いのは、手抜きではなく、ファストトラベルしたためです。もう眠くて我慢できません。最後までご視聴ありがとうございました。